お芝標本のグサショーナスアポゴンは、カヤツりグサ科の植物の一つ。茎も葉も細くて、束になって出て、幼少や下水が紫を帯びる。小柄な多年生の草本。匍匐茎は出さず、地下茎も発達しない。茎や葉は束になって出て、全体に毛がない。花茎は直立して高さ20から40センチメートル、太さは0.5から1ミリメートルで、 表面は全体に滑らかになっている。根室用は線形で幅0.5から1ミリメートル、根元の鞘は一部が血石色に染まる。また茎の途中からも形容が1から2個ある。下期は6から8月。果樹は副産棒状で家計の先端やそれ以下の節から出る2から3個の分化序からなる。分け果樹は長さ0.8から1.5センチメートルで先端20個。 以下程度のコボをまとまってつける。それらの基部には双方があり、双方の養心は養状になっている。コボは皮心型で断面の形は扁平。長さが4から8ミリメートルあり、時に一部が血石色を帯びる。コボは2列に臨辺が並んだものである。臨辺の数は5から6枚程度だが、そのうちの基部側の2から3個の臨辺は小さく、その中には花ができない。 花を含むのは先端側の輪辺で、こぼ1個につき1から2個の花が含まれる。こぼの輪辺は長さ3から4.5ミ、mm、リメートルで、非新型をしており、無毛で、先端は鈍く尖っている。なお、星の他では、輪辺の先端について2型があるとの記述があり、一つは鈍く尖る形、もう一つは先端が凹んで、その中央から短いのぎが出る形、とある。 一つの花に含まれるおしべは三個。めしべの中等は三つに割れる。他に針状になった下皮片が六個あり、長さは果実の約二倍あり、円は上向きの細かな棘状突起が並んでいるが脱落しやすい。果実は灯卵状の円形で、断面は角の鈍い三両形。長さは1から1.3ミ、mm、リメートル。白くて表面には細かい網模様がある。 和名は野草そのもので、野にある雑草の意味だと、牧野は述べている。そのためか、その姿はまさに雑草との表さえある。別名に髭草があり、これは植物体の形に基づくという。日本では、本州から琉球列島にかけて、国外では台湾、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランドにまで分布がある。平地の日当たりの良い地に生える。 日当たりの良い湿地を好む。ノグサ族は、東南アジアからオーストラリアを中心として100種ほどがある。日本では、本種の他に3種が知られるが、イヘアヒゲクサイスカラスタシュスとオヒゲクサイスフォークタスは、南西諸島以南、ジョーイエスブレバフォーリアスは、小笠原諸島以南に分布するものであり、またそのどれも、本種よりかなり大きな植物である。 イヘアヒゲクサは、時に30センチメートル程度のこともあるが、この種のこぼは20から25ミリメートルと本種の3倍以上もあり、いずれにしても混同する恐れは少ない。形態的な特徴として近いのが、三日月草リンカスパーで、こぼの特徴などはよく似ており、違いとしてはこの属のものでは、下中の規模が飛行しており、 果実の成熟後にもその部分が果実の先端に付属して残る点がある。本属のものでは、果中の気分は滑らかに果実につながり、後に残ることもない。その中でも犬の花ひげ類は、本種とやや似た姿の植物だが本種より大きいものが多く、また本種は、小ボや鞘が血石色に染まる点で見分けやすい。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、 府県別では、宮城県から沖縄県まで17の府県で何らかの指定がされている。生育環境が日当たりの良い湿地周辺といったものであり、そのような環境は次第に繊維が進むと普通の草原から雑木林になりやすく、そうなると本種は生育できなくなる。また開発の手がかかることも多い。そのような点から生育環境が少なくなっている地域が、 多いようである。以下、主として、大橋ほか編、P358 星のほか、P558 京都府、レッドデータブック、最もこれはその目立ちにくい姿のために開発等でも無視されやすいとの懸念を示したもので、保護への配慮を求める文章の中の一節である。牧の P773 大橋ほか編、P358 大橋ほか編、 P358 星のほか、P558 以下、大橋他編、P358 から359大橋、他編、P295 日本のレッドデータ検索システム2019年10月11日、閲覧。ありがとうございます。